口の中の秘密。これは私がまだ中学生だった時の話です。当時、私のクラスでは都市伝説や怖い話が流行っていました。クラスの何人かが放課後に残って括弧大抵は6人くらいだったと思いますが、教室で集まってはそんな話をしていました。特に A ちゃんという子が話し上手で、誰かが一度は聞いたことがあるようなオチのわかる怖い話でも、ゾクッとするような語り口調で話してくれて、私はこっそり A ちゃんのファンでした。いつか A ちゃんが話してくれた話の一つに、この世のものではない人の見分け方、というものがありました。A ちゃんからそれを聞いてから、私も見分けることができるようになってしまったので、今日はそのお話を投稿したいと思っています。これは実際に A ちゃんと私が体験した話です。まずは A ちゃんが見分けられるようになったきっかけをお話しします。A ちゃんがいつも使用している通学路には、少し大きめのショッピングモールがあり、そこはかなり人通りが多く、人の行き来が激しいそんな場所でした。A ちゃんは、ある人が目につくようになります。人通りの多い交差点で、横断歩道を渡るでもなく、ただただそこに立ちすくんでいるだけの人がいました。A ちゃんはその横断歩道を渡らずまっすぐ帰るので、いつもその人の横顔しか見ることができなかったらしいです。その人に気づいてから1ヶ月くらい経ったある日、その人はいつもとは違う角度で立っていました。横断歩道に背を向けて、A ちゃんが歩く側の方を向いていました。そういえば、初めてその人の顔を見るなぁなんて思いながら、A ちゃんは何の気なしにちらっとその人に視線を移します。そしたらその人は、ポカンと大きく口を開けていたんだそうです。A ちゃんはその人の口の中を見てしまいました。慌てて目をそらしたそうですが、頭の中でその人の口の中が全く離れてくれませんでした。口の中を見た瞬間的に、生きている人間じゃないって思ったんだそうです。どうして口を見てそう思ったの?と聞いたんですが、A ちゃんは、また今度話してあげる。って笑ってその時は教えてくれませんでした。その今度を私は待っていたのですが、A ちゃんはそれからしばらくして、集まりに参加しなくなってしまいました。それどころか、クラスの子たちとあまり話をしなくなってしまったんです。どうして突然そんな態度になってしまったのか私も気になってしまって、昼休憩に A ちゃんに聞いてみました。最近どうして放課後残らないの?で、そしたら A ちゃんが、その質問に、ちゃんと赤いよね?と返答してきました。私の質問に対しての答えとずれすぎていて、一瞬彼女が何を話しているのかわかりませんでした。時間にするとほんの数秒であったと思います。私は A ちゃんの発した言葉をもう一度頭の中で拾い集めました。ちゃ、ん、と、あ、か、い、よ、ね。頭の中で繋ぎ合わせたその言葉を、やはり理解することはできませんでした。それに、A ちゃんが発したその言葉がすごく冷たいというか、無機質というか、とても恐ろしく感じて、私は言葉の意味を聞き返すこともできませんでした。仲のいい友達にその話をしたら、からかわれたんじゃない?と笑われたけれど、なんだかそんな感じでもなくて。でももう A ちゃんに話しかける勇気が出ず、私はもう忘れてしまおうと思いました。そうやって忘れようと思っていたのに、その日の放課後のことです。下駄箱で、今度は A ちゃんから私に話しかけてきました。内心ドキッとしたけれど、その時の A ちゃんはいたって普通に見えましたし、さっきは変な質問してごめんね、と謝ってもくれました。でも、話していくうちに、少しずつ様子がおかしくなっていきました。手をしきりに握ったり、擦り合わせたりしながら、目はずっと私の顔の一部を凝視しているんです。そわそわと落ち着かない態度と、遠慮のない視線に、私はどんどんと居心地が悪くなってきて、もう帰っていいか、そう告げようとした時でした。
A ちゃんが唐突に私に言ってきたんです。口の中を見ていたのってどういうこと？と問いかけたんですが、 A ちゃんは答えなかったし、私もなんだか怖くなって逃げるようにして家へ帰りました。なんと言って A ちゃんの元から逃げ帰ったのか、今記憶を遡っても思い出せません。帰ってからのことは何も覚えていませんし、同じクラスだった A ちゃんとの学校生活を、その後どうやって送っていたのかも記憶にないのですが、しばらくして A ちゃんは転校してしまいました。両親の都合での転校などではなく、院内学級に転校したそうです。クラスでは、交通事故に遭ったとか、大病を患って登校ができないとか、それはもう様々な噂が立ちました。一部の生徒は、A ちゃんに会いたいと先生に連絡先を聞いたそうですが、先生は教えてはくれませんでした。会えない状況なんだと、ただそれだけしか。みんな噂好きだったので、一時期は A ちゃんの転校理由に、いろんなおひれをくっつけて面白がっていたけれど、いつの日かその話題も消失していきました。話題にならなくなった後でも、私はずっと A ちゃんが言った。口の中の話が心に引っかかっていました。きっと A ちゃんが見た、あのショッピングモールの横断歩道に立っている人は、この世のものではない人だったんだと思います。その人の何かを見て、A ちゃんは入院することになってしまったのではないかと。けれど、私はそのショッピングモールを確認しに行く勇気もありませんでしたし、A ちゃんとなんとか連絡を取ろうとも思えませんでした。とにかく忘れてしまいたかったんです。あの日の放課後、私に向けられた穴が開いてしまいそうな強烈な視線と、手のひらをこすり合わせる、あの音と姿が恐ろしくてたまらなかったんです。A ちゃんがいなくなって1年ほどは、その話を忘れたふりをして毎日を過ごしていましたが、だいたい1年くらい経ってからだったと思います。友達との会話で、学校帰りにショッピングモールに買い物に行こうという話が出ました。正直、行きたくはありませんでした。しかし、私が住んでいた町のショッピングモールといえばそこくらいしかなく、隣町に行こうと思えば車がないとなかなか難しい立地でした。私はしぶしぶ承諾して、放課後にそのショッピングモールへと向かいました。ショッピングモールの入り口は2カ所ほどあって、その2カ所ともに大きな横断歩道がありました。A ちゃんが一体どっちの横断歩道の話をしていたのかはわからなかったのですが、でも、瞬間的にわかってしまったんです。まだ遠い距離にいるのに、あの人だって。確かにその人は立っていました、横断歩道の前に。ですが、A ちゃんが口の中を見てしまったあの日のように、横断歩道に背を向けて立っていました。私の頭の中では、絶対にその人を見るな、って警告音が鳴り響いていました。確かに、私の耳には、人や車が行き交う喧騒音が聞こえていたはずなのに、それらはピタリとないでいって、代わりに、自分の心臓の音が警告音として跳ね上がっていたのです。それなのに、どうして、なぜか吸い寄せられるように、視線がその人の元へと向かってしまっていました。怖いもの見たさの好奇心だけでは説明できない不思議な引力が働いて、私はその人へと視線が釘付けになってしまいました。顔の表情が肉眼で確認できるくらいの距離に近づいたとき、私にも見えてしまいました。ポカンと開いた大きな口が、私がずっと気になっていた、口の中。A ちゃんが言っていた、この世のものではない人の見分け方。確かにそこに立っている人は、生きている人間なんかじゃありませんでした。姿形は人間だけれど、確実に人間じゃない。それは確かに、口の中に秘密がありました。その人の口の中、何にもなかったんです。本当に、何も。開いた口の中は真っ黒で、でも絵の具で塗りつぶしたようなそんな黒じゃない。その先があるはずなのに何も見えないんです。果てのない黒が、その人の口の中でずっとずっと続いているんです。
もしも目が合ってしまったら、そのまま吸い込まれてしまいそうなほど。私ははっと我に返ると、ゆっと目をつぶって足早にその場を通り過ぎました。通り過ぎたと同時に、周りの喧騒音がようやく耳に飛び込んできました。友達は何も気づいていないのか、私の横で楽しそうにおしゃべりをしていて、その声を聞いて初めて現実に戻ってきた感覚を取り戻しました。心底ほっとしたのを覚えています。固く閉ざしていた目を開くと、もう目の前に黒はなく、いつも通りの景色が広がっていました。でもすぐに、ああ、まだだ、と思いました。私はその日、ずっと後ろを振り向けませんでした。いるんです。ずっと、後ろにいるんです。手を擦り合わせる音が、ずっと耳に響くんです。その後、私は精神的におかしくなるでもなく、もう成人して大人になってしまったけれど、未だに時々、あの日見た口の中を思い出すことがあります。そしてあの日以降、私にはこの世のものではない人がたまに見えるようになってしまいました。普段生活する中でも時々いるんです。道路の隅っことか、公共施設のトイレとか、本当に至るところに、口をポカンと開けた人、A ちゃんはきっと、あの真っ黒の口の中に吸い込まれたんだと思います。吸い込まれるようにして、その人に近づいてしまったんだと思います。そしてきっと、あの真っ黒の口の中の先には、ちゃんと赤いよね。あの言葉は私の口に対してなのか、A ちゃんの口に対してなのか、未だにわかりませんが、それでも、ちゃんと赤いよ、と言ってあげていたら、もしかしたらまた何か違ったのかもしれないと未だに後悔しています。A ちゃんが今どこにいて何をしているのか、それはもう一生わからないですが、彼女は、もうこの世にはいないのかもしれません。どこかで元気でいてくれればと願ってはいられないのですが、あの音は彼女のものだったのではないか、と疑っている自分がいます。そして私は、あの時目をつむることができてよかったって心底思います。あのまま黒に吸い込まれていれば、私はきっと横断歩道に飛び出して、死んでいたと思いますから。明け方の星座。私には、最近悩まされていることがあります。それは決まって、私が仕事から帰った後に起こります。私は会社員ですが、学習塾に勤めているので仕事が始まるのはお昼過ぎ。その代わり、会社から自宅に帰ってくるのはいつも日付が変わってからです。昨日も、確か深夜の12時半は過ぎていたと思います。妻や娘たちを起こさないように、玄関の鉄のドアをそーっと開けて、内側から鍵をかけます。玄関先の戸棚に財布やら鍵やらを置いて、抜き足差し足、静かに今に移動します。転職した時に会社が借り上げているアパートを借りました。借り始めた時に築10年くらいということですから、今築15年くらいでしょうか。妻は、歳ガスが高い、と文句を言う時もありますが、内装は綺麗で私も子供たちもそれなりに気に入っている部屋です。私はネクタイを外し、スーツから寝巻きに着替えました。それは、平日には家族たちとほとんど生活時間の合わない私にとっては、一日のうちでほとんど唯一と言って良い憩いの時間だったのです。近頃、気味の悪い目に遭うようになるまでは、蛍光灯の明かりは会社だけでもうたくさん、眩しい部屋が嫌いなので、キッチンの明かりと机の上の電気スタンドだけ明かりを灯します。落ち着いた音楽をかけて、いっぱい引っ掛けながら、書斎代わりの狭い机と本棚にある本を気の向くままに読む。それが私の楽しみです。読書の趣味はまさに雑食といった体で、ほとんど何でも読むのですが、ここのところ怪奇小説を好んで読むことが多くなりました。ちょっと古いやつが好きです。江戸川乱歩も良いのですが、最近の自分の有効は夢の旧作です。
皆さんの中にも、ドグラマグラを読んだ方がいるかもしれません。夢野の作品には、夢中有効、つまり現在でいう夢遊病が時々顔を出します。あるいは、私や家族を悩ますものもそれなのでしょうか。3時か4時くらいまで、酒を飲み、気ままに本のページを食って時間を過ごしますが、明け方近くに眠くなってくると、私も歯磨きをして床に着きます。このところ、私が最も不気味な気がするのがこの時間です。歯磨きをして、便所を済ませると、携帯電話の明かりを頼りにして自分の布団に潜り込みます。今を出て、一旦玄関口を通って、その奥に家族の寝室があります。ベッドなんて気の利いたものはありません。家族4人、地べたに布団を敷いて寝ます。入り口に向かって左に長女が寝ます。その隣に私が寝て、右そばには次女と妻が寝ることになっています。いい加減、子供たちが大きくなって手狭になってきたのですが、窮屈でも家族みんなで眠れるのは幸せなことだと私は思っています。携帯の小さな画面がぼーっと光り、寝室をぼんやりと照らし出します。こうしないと、どちらかの、いな、ひどい時には両方の、子供を踏んでしまうことがあるので、どうしても家族を起こさない程度の明かりが必要です。布団に入ろうと自分の枕のあたりに腰を下ろしたのですが、まただ、という思いが私の頭によぎり、私はその場に硬直してしまいました。携帯の明かりが左手に照らし出しているのは、長女でした。しかし、布団の中で寝息を立てているのではありません。壁に背を向けて、ちゃんと私の方を向いてそこに正座しています。薄目が開いているようにも見えますが、とても静止できません。右手にも、今や見慣れてしまった奇妙な光景が照らし出されます。妻がこちらに向かって奥で正座しています。そして、手前には次女がちょこなんと正座しています。初めて見た時には戦慄して、とても起こそうなどとは思いつかず、頭から布団を引っかぶって震えておりました。その後、おい、どうしたんだ、みんな、起きているのか。おい、なんなんだ。怖いからやめなさい。と勇気を振り絞って声をかけてみたこともありますが、これまで反応があった試しはありません。今日もきっとダメだろう、と思いました。ですが、一応、またか。お父さんはもう寝るからな。お前たちもそんなことをしていると明日寝坊するぞ。と声をかけてみました。一番近くに座っている次女の開けた薄目から白目が覗いており、携帯の明かりが反射しているのが見えた時には、もう限界でした。しかし、不気味なことには違いありませんが、ただ同じことが続いているばかりならば、何もこんな長い文章を皆様のお目にかけなくてもよかったでしょう。今回、一文をそうするつもりになったのは、今日帰宅したところ、珍しく妻がまだ起きていて、私に声をかけたからです。最近、眠れるか、とか、会社で嫌なことはなかったか、とか、そういったような身に覚えのない質問をしてきました。特にないと答えました。実は毎晩のようにお前たちが明け方に白目を向いて、布団に正座しているせいでよく眠れない、とはさすがに言えませんでした。妻がまだ何か言いたそうな妙な顔をしているので、どうしたのか、と尋ねると、言いづらそうに言葉を選んで妻が私に聞かせた話に、背筋が寒くなりました。お父さん、いつも夜更かししているでしょう。きっと布団に入るのも遅いんだと思うんだけど、何かね。明け方くらいにうなされているっていうか。明け方？明け方には普通に布団に入っているけど、どうかしたのかい？うん、言いづらいんだけどね。でもお姉ちゃんも怖いって言っているし、どうしても話しておかないと、と思ってね。あのね、お父さん、明け方になると毎日お布団に正座してるの。それで、気がついたお姉ちゃんや私がいくら起こしても起きなくてね。何かするわけじゃないけど、薄目を開けたまま黙って座っているから、ちょっと怖くって。私はしばらく言葉を失いました。でたらめだ、
明け方に白目を向いて俺の方に向かってきちんと正座しているのは、お前たちじゃないか。やっとのことで、私もそれを正直に妻に伝えましたが、そんなことはない、お父さんはきっと悪い夢を見ているんだ、というのです。いよいよ話は平行線になるかに思われましたが、その時妻が、証拠がある、と言い出しました。自分の携帯を取り出した妻は、動画を撮った、というのです。今日の未明の時間が保存日時として画面に表示されていました。真っ暗な画面で何が映っているのかよく見えません。ねえ、お父さん、お父さんってば。と長女が誰かに呼びかけているのが聞こえます。お姉ちゃん、電気つけて。という妻の声。画面が一瞬だけ真っ白になって、そこに映っていたのは、紛れもなくちゃんと正座した私の姿でした。